こんばんはちゃんです。今回ね、仮面ライダーカブト、これを紹介したいと思います。これもこの前同様ですね、弾け飛ぶやつですね。こういう箱ですね。2006年、カブトさんですね。これもまたね、かっこいいんだよね。こういう感じで1700円ですね、当時ね、そしてカブトゼクターさんがついてます。さてどんなのでしょうね、ゼクターさん。その前に行きましょうか。身長はこんな感じですね、ちょっとでかいですね。ちょっとでかいです。そしてこれがカブトゼクターさんです。市場にちゃんと塗られてるんだよね。ほらすごくちゃんとちっちゃいのに、ここもゴールドに塗られてるし、非常にいいですね、ゼクターさん。そして他のパーツです。こちらの非常にかっこいいパーツですね、こちらとですね。そしてアーマーさんです。弾け飛ぶやつですね。これね、後で探すの大変になるかもしれないですよね、場所によってはね。タンスの下にね、隙間があったら入っちゃうようなね、そんな弾け飛び方しますから気をつけないとね。ちゃんとね、ここ造形されてるんだよね、裏側もね、綺麗にね。こういうふうに。それではね、弾け飛ばせますか。その前に可動範囲いきますか。肩はここです。こうは動かないんですね。こうはで、腕のここは回ります、こういうふうに。そして手首も回って、ここが曲がります。ただ今売られてるのは2本ずつですが、これは全部4つ動きますね。で、持たせてるのはこういうね、今持たせてましたけど、こういうのね、持たせることができるということですね。足の可動範囲、こことですね、太ももの下の部分で、膝、ここですね、この動き方です。そしてですね、ここにボタンがあります。弾け飛んじゃうやつですね。これを押すとね、危険ですね。かっこいいっすね、超かっこいいっすよ。やーべー、キラキラしてるしね、かっこいいね、カブトね超かっこいいね。それではね、アーマーをまつけていきますが、なんとこの角がこうなるんですよ。好きですね、こういうギミック。そしてはめます、こうですよ。そして後ろ側にはめます。こっからですね、肩、このマークがある側が左になります。そしてアーマーもね、動くんですよね。こっから関節になってるので、そしてこちらはめます、こちらもはめます。同様です、同様のね。そしてここ押しちゃうかい、やめとくかい。いや、押すよ、ちょっと待ってね。いきます、押します。最高だね弾け飛ぶね、君。今回は最高ですね。やっぱこれいいね、このギミックね。仮面ライダーカブトさん、こちらを紹介しました。それではまた。